sh モンスターアーツゴジラ USA バージョンとゴジラ -1 のモンスターアーツの比較動画をし,していきたいと思います。まあ、これでマイナス1の方は3回目になるのでちょっと省略しようかなと思います。で、こちらがアメリカ限定のコミコン限定クリアブルーバージョンになります。むちゃくちゃ綺麗ですよね。で、やはりアメリカゴジラの特徴的なのはこの 丸みですよね。この丸みが本当に特徴的でかっこいいなと思います。あのー、初めアメリカゴジラってそんなに自分は、あのー、惹かれなかったんですけど、うん。あのー、時間が経つにつれて、やっぱりアメリカゴジラってかっこいいなって、自分はだんだん好きになりました。で、背びれがこのような形になっていますね。こちらがフロント。レフト。 バック。バック。ライト。で、フロントになっています。これが、えー、マイナスワンと比べた感じですね。ちょっとやっぱり、ここは丸みありますけど、直立ですよね。完全に、あの、アメリカの場合は前かがみになっていますね。 で、こちらの方。これはブルーレイ限定バージョンですね。この色もすごく綺麗ですよね。ほんと美しいなと思います。こういう自分ブルーがすごく好きなので、うん、クリアブルーに塗装されているバージョンですね、こちらの方。で、フェイス見てみましょう。綺麗ですよね。やっぱブルーは最高ですね。 こちらがフロント、レフト、バック、ライト。で、フロントになっています。まあ、こちらもほとんど同じモデルなんですけどね。色が違うだけで。このね、色がすごく綺麗なんですよね。うん。なんとも言えない。 これ通常版ですけど綺麗ですよね。やっぱブルー系のアイテムって自分好きなので、この今紹介しているゴジラは全部好きですね。こちらがフロント。レフト。バック。ライト。で、レフトですね。こんな感じです。で、最後に。 えー、一番直近でご紹介させてもらいました、魂ネーション限定のナイトカラーバージョンですね。これ直近で紹介しているので、もしよかったらその動画も見てください。開封動画あります。まあ、思ったよりもブルーブルーしてないですね。ちょっとんかなーって感じの、うん、ゴジラですね。こちらがフロント。レフト。 バック。ライト。で、フロントになります。じゃあ、マイナスワンとちょっと比べてみましょうか。なんかね、こう見るとすごい生物感がありますね。本当はこれ、紫がかっている、まあ、ブラックに近いネイビーみたいな感じなんですけど。うん。並べるとこんな感じですね。 ほんと生物感がありますよね。2体、この2体は。こんな感じです。ちょっと、えー、ジャパニーズと USA でちょっと分けて、今回モンスターアーツをご紹介しましたが、皆さんはこのモンスターアーツ見て、どのモンスターアーツが一番かっこいいかなどのモンスターアーツのゴジラがかっこいいかなと思われましたか また、えー、感想があれば教えていただきたいなと思います。本日の動画は SH モンスターアーツゴジラ USA とゴジラ -1 のゴジラを比較してみました。